各自持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リさん。各自、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって。ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって、俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと、ハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界、もうお前たちの来る場所じゃないのさ、ザブザ。ハク、おお、大きくなったな、カカシの部下のくのいち。あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人形、お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう、そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ、ザブサ。カカシさん、お願いします、もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、わかってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ。
戦闘開始。相変わらず強烈な速攻発するやつだ。ザブザ、こんなところであの二人と再会するのに、あんたたちとは、なんていうか。ここはもうお前の来る場所じゃないのさ、ザブサ。勝負あり。ザブサ、まさか、ここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び型な新種の前任者たちだ。先生、ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び方な七人衆を一気に殲滅するぞ。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。よし。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。クリアラレキシバリニア中将、強い戦略、高校ニバリを意識だ。変わった武器を持っているようです。アサッチャー。また呼んでください。アケビの人人に気をつけろ。戦闘の断りはどんなガードも戦ってますぞ。なかなかのやり手のようだ。これは注意するのが失敗。お待たせ。
激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は…加賀先生、ザブザ、待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺が受け取った。ザブザ、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ、あの時お前は迷った。お前が人である証だった。お前も部下も人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだよ。もらった。この子ごと俺を切るつもりか。どうした？なぜついていけない？ザブザ、お前はあの時パクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない人を撃ってやった。貴様らのような平和的した忍びは本物の忍びじゃねえ。頭だな。そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。はっ、相手に敵が魔術。さよならだ、鬼人。まず先ほどではよくよくいい拾い物をしたもんだ。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思ってるのか。悪は俺にとって道具の一つに過ぎ、俺のために戦い、俺のために知恵、俺のためだけの道具だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。もうこんな戦いはなしにしよう。
お前らの死に様と涙は。できるなら、お前と同じ場所に生きてえな。俺も。お互いの絆、そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺、あいつら好きだった。俺もだよ。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。